では今日は赤ワインですね、外観の違う2種類の赤ワインを比較しまして、それがどういった特徴的な個性があるのか、コメントをしていきたいと思います。まず1番ですね。でちょっと斜めにしてみますと、紫色です。サワーチェリーレッドといいますか、一昔まだルビーと言ってましたが、紫色の色調です。でとても綺麗にまとまっている印象ですね。これが1番です。で2番の方なんですけれども、1番に比べますとやはり中心部に黒のニュアンスがあるということと、全体的には少し黒みがかかっていて、ダークチェリーレッド、ガーネットという言い方ができると思います。で1番の方もディスクの部分ですね、非常に粘性が見て取れますし、2番の方もこちらですね、粘性が十分に見て取れると思います。ジョンブレッグスなども見えてますでしょうか。でこれがどのような違いがあるのかというのを見ていきたいと思います。ということで、いつもながらちょっと画面が変わります。では1番と2番間違えないように置きましてですね、では、先ほども言いましたがマクシバンです。よろしくお願いいたします。今回は赤の2種類の比較ということで、代表的な紫色の色調と黒みがかった色調のワインがどのような特徴を持つのかというところを見ていきたいと思います。でまずそこのボードに書いてあるんですけれども、何色が主体なのっていうのが非常に大事になってくるんですね。もちろん一言で言い表すのはとても難しいんですけれども、淡い色調もしくは濃い色調を中陽であるとか、紫色がかってるとか黒みがかってるとか赤が強いとか、さらに熟成すると赤みがかかっていて少しオレンジがかっていてレンガ色がかっていてみたいなところがあるんですが、まずは見たところですね、外観で1番はサワーチェリーレッドであり、中心部も紫、グラデーションで色の変化を見ていくんですが、2番の方はですね、深みがあるなと、色にそれは黒みがあるからなんですけれども、ダークチェリーレッドで、グラスを斜めにしまして、例えば下に字が書いてあるとしまして、ルビーですね、サワーチェリーレッドの方は下の字が読めたりします。ふむふむと新聞を置いてもいいですし、で2番の方はですね、中心部が黒いためなかなか見づらいんですね、字が溶けてしまって、この辺もご自身でされるときには中心部に黒の色調がある、そうすると花皮、皮に黒の色調がある品種なのかなとか、例えば1番は紫色の品種でそんなに黒みはかかってないのでどうこうどうこうっていうふうに推察できるのかなと思います。この辺が大事です。でですね、その後は粘性ディスクジョンブってこれ回していくんですけれども、これは白ワインの時でもお話ししましたように冷たいと、今日はちょっとね湿気が高いんでグラスが曇っちゃってるんですけど、冷たいと粘性というのははっきり出ますので、涙ともジョンブ、足ともレグス、足とも言われるんですが、数が多いとか盛り上がってゆっくり落ちる、さっと落ちる、その辺も一つの目安として、アルコールのボリューム感ですとか香りはどう出るのかなとか、口に含んだ時の印象なども予想するということですね。テイスティングで皆さん最初おっしゃるのは、こう何をしていいのかわからないってことなんですけれども、まずは何色かどうか外観を見て、粘性はどうか見て、でその結果、この後お話していきますが、香りはどうなのかなとか予想をしながら経験を積んでいくということなんですね。テイスティングっていうのは残念ながら急にこうできたり急に舞い降りてきたりしませんので、ピノとかですね、そういうのはならないんですね。ですから細かく一生懸命積み重ねていくと、なんとなく品種の個性が分かって、その品種を作る産地が分かって、国が作って作り手が、それがいろいろリンクするんですが、そういう気長な作業なので楽しく進めていければと思います。でですね、ジョンブレッグス行きまして、次は2番ですねまた紙がいっぱい出てきますが、よいしょ、若いのか熟成してるのか、公開で次に第一アロマからっていう説明になるんですが、外観から見て2つとも、1番の方はやや若い印象、2番はもしかするとちょっと落ち着いたキラキラした輝きが落ち着いた状態にありますので、もしかすると熟成してるのかなとか、まだ香り味は見るまでわからないんですけれども、逆に1番のは紫色が主体で縁もキラキラと輝いていてロゼっぽい明るい紫があるので、若いのかな、その点のところ、あと軽い重いですね、どちらかというと色素量が多い方が重いことが多いので、これはあくまでも参考として見ていただければいいのかな。でここは香りの予想をしていくんですが、大事なのは赤系果実なのか黒系果実なのかというところなんですね。で赤系でしたらやはりこういちごとかさくらんぼとか木いちごをきますし、黒系でしたらカシスとか、ちょっとブルーベリーはブルーですけど、濃い紫ですけどね、
あとはあのモレロチェリーのようなちょっと紫黒に行くのかっていうのは、まあ、赤系なのか黒系なのか、これはまあ赤い果実か黒い果実か混ざってるよって言われればそれまでなんですけど、まあどちらによってるなので、まあ1番はおそらく赤系果実であろうし、2番見るからに黒系果実なのかな、そういったところで予想をしていただきたい。で初心者の方はまだこれからなんですけど、慣れてきますと、まあ、外観を見て大体これは紫色がかってるから、まあ、重いカベルネはないだろうし、強いジンファンデルはないだろうし、まあ、消去法で一番下に書いてますが、経験に基づいた消去法で見ていくということですね。ワインはやっぱ果物から作るので酸味があってフルーティーで果実味っていうと全部当てはまってしまうので、逆に言うと、まあ、その消去法でこの品種は何か探っていくっていう方が近道ではないかなと思います。さてで3でまたですね、これはの白ワインの時にも同じ説明をあのさせていただいたんですけれども、香りは第一アロマ、第二アロマ、第三アロマありますよと。で第一アロマっていうのは品種からの個性で、白でも言いましたようにこうアロマティック品種であればその個性的な香り、ミュスカであったりとかゲベルツであったりとかトロンテスであったりとか、で第二アロマは発酵醸造によりますので、アルコール発酵で出る香りですとかマロラクティック発酵によってちょっと発酵バターのような、もしくはヨーグルトのようなっていうのもありますし、で第3アロマ、これはブーケとも呼ばれるんですが、まあ、熟成によって生まれますよということで、まあ、干満の酸化によって生まれますが、まあ、タンクで作ったのとか樽によって熟成したのとか、もしくは瓶内熟成っていうこともありますので、まあ、それによってどんどんあのワインの香りは変わっていくんですね。ですからクルミとかナッツとかバニラ、まあ、シナモンですとかコーヒー系の香り、ローストした香りなどがあれば、まあ、これはあのブーケですね、熟成した香りが加わっているので若々しいだけではないんだなっていうところがお分かりいただけるかなと思います。でまた香りを嗅いだ後にこの香りがあるんだったらどんな味わいがあるのかなっていうのを予想していくと。ですから外観を見て香りの予想をして、香りを見て味わいの予想をして、で味わいを確認したところでもう一度このワインの個性に立ち返るということが、赤ワイン、まあ、白もそうですけどテイスティングにおいては大事なことになります。さて香りです。どんな香りがあるのかなということで、よいしょ。で香りの種類を感じる、どんな香りがあるのかっていうことで、まあ、下に書いたようなコメントをいろいろ書いているんですけれども、なんかこう皆さんあの数を、言った方が香りは偉いぞみたいなね、香りをたくさん言う人の方がすごいみたいな、そんな感じありますけど、まあ、あのまあそういうところもあるかもしれませんが、実際にはそのワインが持つ個性をどう捉えるかっていうのが大事なので、まあ、数は少なくてもあのいいんですけれども、ただワインの場合数が少ないと似てきちゃうんですよね。赤い果実、優しい、熟成した、心地よいとか、そういうまあ印象表現だけでは、まあ、どれ言っても似たことになっちゃうので、区別をするために、例えば、まあどんなワインだったって言われた時に、まあ、美味しくて赤ワインって言われたら、ああれねとはならないじゃないですか。赤ワインどうだったって言ったら、ちょっとこう木いちごとイチゴの熟したような、で全体的には色調は淡いで、香りはねっていうと、あそれはピノなのかなとか、あのもしかするとマスカットベリーなのかなっていうふうに、その共通言語としてコメントを使います。ですから あまり急に農家の庭とか言うても分かんないですし、あまりそちらに行かずに、まずは自分が本当に感じる単語から使っていく、それが早道ではないのかなと思います。で第一印象を感じるっていうのは、白の場合も言いましたけど、あ美味しそうだなでもいいんですね。嗅いでいきなりこうキイチゴとイチゴとラベンダーとスミレっていう人もまあいいかもしれませんけど、あなんかホッとする香りだなとか優しいなとか、まあ、それも書きます。で大事なのはなぜ優しく感じたのかですよね。なぜ美味しそうなのか、美味しそう、なぜ紫色の熟した果実の香りがあるから、まあ、書くと大変ですけど、紫果実とかね、熟したとか心地よいとか、で紫色の果実ってさらに何なのって言いますと、まあちょっとこうブルーベリーっぽいとかで、スミレのような香りもするとか、そこにも書いてあるんですけれども、アルグレティが冷めた時のちょっとラベンダーの香りがする、だからそれが清涼感となって心地よいし優しいし美味しそうっていう風になるので、全部書いてても大変ですけど、まあ、自分のコメントとして必要なところと、まあ、たまに足してスミレが強かったとか二重丸にするとかね、
なんかそういう形で書いていただければいいのかなと思います。なので感じるテイスティングの場合は香りを嗅げって言われますけど、実際には探しに行く作業なので、白ワインの時にもお伝えしたんですけど、ただ待ってるだけでは何なのってことになるので、自分の中では、まあ、1秒2秒嗅ぐと鼻は疲れちゃうので、たまにこうずっとですごいこう周りの人も酸素がなくならなかったらいらっしゃいますけど、ではなくて、まあ瞬間的に嗅いで、一番だったらどちらかというと赤と紫だった、紫の清涼感があるなとか、でさらにこのスッとする香りは何だろう、あラベンダーのようだ、ちょっとスミレのような香りもあるなとか、あハーブも少しあるかなっていうふうに、こういう感じで最初は少しずつで、お花の香りですとか果物の香りですとかその他の香りっていうのを分析的に、フルーツばっかり言わずにですね、キイチゴとイチゴとなんとかばっかり言わずに、お花だったらこれ、植物だったらハーブっぽい、そして果物だったらどの果物で、さらにそれが若いのか、若いっていうのは酸があることを意味します、熟しているのか、でそれがよりコンポートシロップで煮てるのか、水分が抜けてるのか、熱を加えてジャムになってるのかみたいなところまでを言っていけると、それぞれのコメントの共通言語としての意味を持つようになってきます。例えばスイカってありますけど、皆さんスイカって言われても考えた中の皆様のその頭の中のスイカって全然違うわけですから、丸いの考えてる人もいれば、三角の人もいれば、半分ガブって食べてる人もいるし、甘い人もいるし、酸っぱい人もいるし、ジューシーなで少しスイカ青っぽいよねっていう方もいますので、ですからスミレとラベンダーと熟したスイカってことで、そのどん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 三次元的に香りのコメントを作っていく、そういう作業です。ですからあんまり、まあ、最初は無理せずに少しずつやっていくということと、言葉に置き換えるって作業は最初はなかなか大変なので、考えていても口に出すのが違った単語になっちゃうとかね、で自分はブルーベリーなのにあの人はスイカって言ったから、あの人のコメントはダメだねっていうことはなく、みんな同じことを感じているのに言語化しただけで変わってしまうことがあるので、あの人はこれをスイカと感じるんだなとか、私はブルーベリーと感じて、で前の人はラベンダーって言ってたね、紫でもいろんな表現あるんだねっていうふうに聞いていただけると、単語の数が増えていきますので、あまり自分のコメントに固くなりならずにですね、いろんな方の意見を聞くっていうのもテイスティングの早道だと思います。で一番の方なんですが、スミレラベンダーは言いました。あとブルーベリーですとか紫色の清涼感、これはまあ私が個人的によく使うこと、ちょっと熟したスイカのような香りもあります。優しい熟成のニュアンスは微妙ですね、そこまで出てないかも。でスーッとする清涼感と木だるの要素もそんなには強くないですね。で冷めた紅茶のような、少しお砂糖を入れて冷ました感じの紅茶のような、ちょっとこう優しい甘やかな香りも出てきます。2番ですね、やっぱり色が黒いっていうことで、まあカシスですとか、でカシスでもちょっとこうみずみずしくフレッシュで酸というよりは、ちょっとこう乾いたような、乾いたカシスって何なのって言われそうです、まあ、水分が抜けたってことですね。あとグリオット、モレロチェリー、これも酸味があるんですが紫黒の色合いです。で少し香ばしい焦げた香り、これは木だるというか木をちょっと焦がしたような香りです。決して焼肉屋さんでレバー焦げましたっていうものではないんで。あとはスモークですね、あと樹皮です。樹皮ってあんまり晴れた日は香らないので、雨の日ですね、公園でも行って樹皮の香りをそっと嗅いでいただけると、ああみんなあの人ソムリエねって思ってくれると思いますが、あまり炎天下の木に嗅いでるともなんかちょっと変わった人になってしまうので、湿気を帯びた樹皮ですね。あとはこの2番に関しましては、ちょっと杉の葉っぱね、また公園に行かなきゃならなくなりましたけれども、清涼感があります。今度は樹脂ですね、木の幹からちょっと出てる樹脂っぽさ。あとは鉛筆を 2B とかをこう紙にギューッと書いていきまして、ちょっと嗅ぐような、まあ、グラファイト、黒鉛の香りなども決して悪い表現ではないです。でこちらは若干熟成のニュアンスですね。ですから1番は若々しくフレッシュで紫なのに対して、2番は黒紫の色調でちょっと熟成のニュアンスがある。それは木だるから来てる要素もあるし、湿った黒土のような要素もあるし、コーヒーや少し長寿とかのスパイスも入ってます。でこの辺は先ほどお伝えしました第三アロマブーケというものなので、これがあるということは熟成しているのかなということは、1番より2番の方が時間が経っているのかねという形になります。さて今度はここからですね、味わいに向かっていくんですけれども、味わいです。じゃあまあ一番味わいを見てみましょうか。
これ右と左で1番2番表してるんですが、まず向かって左側ですね、アタックはどう感じますかということで、これは滑らかな酸味を伴った優しいアタックになります。逆に言うと強い渋みとか苦みではない、アルコールのボリューム感もそんなに来ていません。で、他のスパイシーとかではなくて果実の優しい甘みがアタックを支配してますよ。ですから口当たりのアタックは優しく穏やか、酸を伴った熟した紫色の果実の味わいで、非常に穏やかということが言えます。で、今度2番ですね、もう書いてますけど、まあ一応やってみましょう。アタックはですね、2番のはっきりとコクが感じられます。コクって何なのっていうと、まあ、味わいのボリューム感も意味するんですが、口の中を引き締める細かいタンニンがあります。で、その後に熟した果物です。ですからみずみずしいフレッシュで、酸というよりはさっき香りのコメントで使わせていただいたような少し水分の抜け始めたカシスですとかモレロチェリーのような酸もあるんだけれども、熟しているので酸と甘みとのバランスが取れているということが言います。こういったアタックですね。で、その後支配的なフレーバーで、アタックというのは口の中に入れた瞬間ですが、その後中域といって口の中がどうなっていくかということなんですが、一番の方はまあフローラルですね、紫色のお花のような感じですとか果実味も伴っていて落ち着いた印象です。そんなにこう強い酸が支配的とか渋みがキュッと盛り上がりますということはなく、柔らかいサワーチェリーレッドの外観で、香りを嗅いでみるとスミレを中心とした紫色の清涼感で、今口に含んでみると穏やかで、こう紫色のフローラルな要素があってっていう、まあ外観と香りと味わいが連動してます。で、2番ですね、まあアタックの次の部分を見るんですけど、味わいは複雑味があります。複雑味って何なのかって言いますと、もちろん黒紫の果実があるんだけれども、その周りにはタンニン数が多く、細かいタンニン、細かい数が多い、慣れているっていうのが熟成を表すんですけれども、それがあるので口の中が非常に立体的に広がります。で、先ほどコメントにもありましたような長寿ですとか、そういった少しの甘みを思わせるようなスパイスがありますので、今喋っててもあのタンニンが唾液と結びついてちょっと乾くんですね。そのために少し引きつるような、これは修練性というんですが、アストランジョン修練性は非常に穏やか、なぜかっていうとタンニンが細かいからですね。で、もう一回見てみますと、じゃあ1番のコメントとしては穏やかで余韻が長いですよと、で2番力強くて余韻は長いですよっていう部分なんですね。で、これは後で出てきますが、ゲストへのメッセージとして使うことが多いです。あのソムリエですので、このワインは例えば1番どんなワインって言って、スミレとラベンダーとか言っても、まあそれくれって言われることはないですし、2番力強くてスパイスって言っても、まあ違うんです。その場合には穏やかで余韻が長く、飲みやすく優しい、とてもこうスムーズなとか、あのこの1番にとっていい単語を選んでいきます。2番は力強くはっきりしていてタンニンなので、しっかり好きの方にはぴったりとか、今日のお肉料理には十分、余韻の長さもみたいな、その味わいは結構こうコメントに使うことが多いですね。香りをコメントに使っても意外とこう表現力というか説得力がそんな強くない気がします。お料理に合わせて実際レストランのゲストにお勧めする場合には、こういった味わいのアタック、中域、余韻を見た、そこをうまく結びつけて説明するのかな。で、もう一つとしましては、一番下ですね、品種や産地に結びつく要素がこの今までのコメントにあるっていうことを一生懸命探しに行きですね。で、例えば軽やかで、優しい感じでしたら、まあ、品種としては何があるのかなとか、黒系果実があって樽のニュアンスもあって熟成してると何があるのかなっていうのを探していきます。で、次なんですけれども、まあ、まとめに入っていくんですが、で、まあ、ワインのスタイルは先ほど言いましたように優しくて、まあ、滑らかで穏やかで飲みやすく、アルコール度数も控えめで料理にこう。で、2番はしっかりしたアタックで渋みも多く、キダルも使って熟成感があるのでこうっていうふうに持っていきます。これがワインが伝えたいことだと思うんですよね。で、それらの個性を見た上で、じゃあ提供温度どうしましょうかということで、1番は優しい酸、繊細な脂質なので、まあ、13度ぐらいからかなということです。ただこれはあの白の時でも申しましたように、グラスの中でゲストの前に置いて13度スタートぐらいなので、冷蔵庫で13度だと注いでしまうと15、16になっちゃうので、この果実味が可愛く繊細に出る温度帯を飛ばしてしまうんで、13から上げていくところで出る
香り味わいが大事なんですね。だそこは意識してください。で、あの夏場の13度は冷たいですし、冬場の13度はぬるいんですね。なのでお部屋の環境ですとか、すごい天井の高いお店とかの場合にはもうちょっと上げた方が冬はいいかもしれませんし、あの非常に冷房が効いてるお店ならっていうところで、あのサービスする方が考えていただきたいし、逆に飲む方としては何度が美味しく飲めるんだろうっていう考えも大事だと思います。最初から18度で例えば2番出しちゃうと、あっという間に20度超えますので、そうするとこの細かい美味しいタンニンがちょっとこう強く印象付けられてしまって、果実味が落ちるのでという、そういう考えですね。なのでその辺のところを見ます。で、2番もまあ実際には13度と書いてますが、この後にあの出していきます。グラスの形状が違うので、まあ、それによっても変化していきます。で、グラスの形状、1番はまあ豊富な香りがありますから、これとまろやかな味わい、繊細な酸を味わうためにはブルゴーニュタイプに注いで飲んでいただきたいし、2番ですね、しっかりした香りです。杉の葉のような香りと、少しこうピーマン的な、ピーマンはあんまり欠点表現という方もいらっしゃるんですけど、まあ、割と使いやすい単語ではあります。ししとうとか、まあ、そういった部分と味わいのすっきりしたタンニンを表現するにはボルドータイプのグラスで出した方がいいのかなと。逆にしてしまった場合、例えば1番のまあ、これはピノノワールなんですけれども、をボルドータイプで出すと甘みが少し消えてしまって、香りが少し表現しづらくなります。で、逆に2番、これはまあボルドーなんですが、ボルドーをブルゴーニュタイプに入れてしまうと、ボルドーの、大きな特徴である美味しいタンニン分、渋みのあるそういったところが消えてしまうので、ストラクチャーといいますか、甘くなっちゃうんですね。そうすると、まあ、それぞれのワインにとって幸せではないので、まあ、1番はブルゴーニュタイプで香りを広げて、味わいの滑らかさで優しい酸味を余韻に残しながらお料理と合わせたい。で、2番の場合は口に含むとしっかりした渋み、しっかりした骨格、脂質が来て、余韻の長さとともにその細かいタンニンが美味しく口の中を引き締めていくので、みたいな感じでグラスを選びます。で、デカンタージュアイラシオンですね、これはまあ1番はグラスの中で育ててあげていいと思いますので、あんまりデキャンタージュアイラシオンはかけなくてもいいのかなと。で、2番はですね、まあ、若干折りがあるという場合にはかけても、デキャンタージュをかけてもいいのかなと。あとは真ん中、人数によるって書いてあるんですが、例えば8名様とかの場合で、ご接待でじゃあよろしくねって言われて、でグラスでついでいくとどうしても折りが舞ってしまったりしますので、そうした場合には2番の方は最初にもデキャンタージュかけて、折りのない状態でグラスに注いで広げてから持っていくっていう、そういったサービスがいいのかなと思います。で、例えばこうお二人でじっくり飲むよっていう場合には、少し折りがあるかもしれませんが、前半はそのままボトルから継ぎますねみたいな形で飲んでいただいて、そろそろ折りが舞ってくるなっていうあたりで移し替えてもいいです。その辺は臨機応変なサービスをしていただければと思います。で、ゲストへのメッセージ、ワインの個性を踏まえたということなんですが、まあ、1番、先ほどもお伝えしましたが、香りがたくさんありますよと。で、優しい脂質です。優しいってことはアルコールのボリューム感も少ないので、強いの苦手っていう方にも向いてる。で、口に含むの滑らかで、酔いも長くて穏やかで美味しい、優しい、だからお料理はっていうことで進めていきます。で、2番は香り味わいともに力強いし、やっぱ渋みが特徴的で個性があって、余韻のバランスも素晴らしいので、こちらは赤身のお肉で少し黒胡椒を効かしたとか、そういう明確なニュアンスがいいのかなと。あとは鴨です、まあ、煮込みなどにも2番はいいですね。鹿であったりとか、まあ、そういった部分、あとはすね肉の煮込みとか、割と噛む時間の長いお料理に合わせて余韻の長さを楽しむ。で、1番はやっぱりその優しさ、強さよりも優しさや滑らかさ、穏やかさっていうのがありますので、まあ、どちらかというと白身でもいいんですが、まあまあ、うさぎはあまり日本で食べないんですけど、うさぎのマスタードソースのような感じであったりとか、まあ、場所柄ごともうパテであったりとか、まあ、そういったもの、今日の2種類はどちらかというとお魚というよりはお肉系、ハム系、シャルキュトリー、そういったもの、チーズも合わせて、いいのかなと思います。で、大体1番の方なんですけれども、1番ブルゴニュですね。ブルゴニュ AC 2018年です。18年はなかなか今香りも味わいも開いてきまして、ピノノワールのまとまりというのが非常によく表現されていて、私がいつも先ほども言いましたが、紫色の清涼感という部分がよく出ているのかなと思います。で、2番なんですけれども、今度は15年、よいしょ、失礼、13年でした。13年のポイヤックなので、熟成しています、オーバージュですね。なので、こちらはポイヤックのもともと杉の葉とかタンニンとかグラファイト、その黒鉛のようなものの熟成した美味しさがありますし、
1番のオノピノノワールはやはりまだピノノワールの若さを保ちつつ、もう3年目ぐらいになってますので、次の状況に進んでいくのかなというところが見て取れるかと思います。でですね、聞かれるんですけど、まあ、こういったテイスティングの本もありますので、ちゃんと映ってますでしょうか。もう少し細かく系統を立てて、やっていきたいなという方は、この辺の、まあ、本はいろんな本があります、ネットもたくさんありますので、まあ、その辺参考にしていただいて、でこの後半のワインの色の部分はですね、なんか100年色が変わらないようにということで、中性紙を使って印刷してもらってます。で、100年私はいないと思いますけれども、まあ、本は残るのかなというところで見ていただければと思います。よいしょ。あとはですね、マクシバの方のサイトですね、ここのページでも右上のカートから入っていただくと、4種類の品種ごとのテイスティングなどもやってますので、まあ、もうちょっと細かく見たいとか、時間が余ってしょうがないとか、そういう方は参考に見ていただければと思います。で、テイスティングの表現はいろんな方、いろんな方法、いろんなやり方がありますので、まあ、これが私がやってるのは絶対というわけではないんですけれども、まあ、何かの参考にしていただければ幸いです。ではまたお会いしましょう。お疲れ様でした。マクシマンでした。